あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。さあ始まりました FEC チューンド金曜日キンピラごぼうのキンキンピラピラお日様ラジオ、今日はですね、はい、キンピラごぼうの2人でね、はい、お届けしていきたいと思いますが、やっていきましょう。いや今日もね、あの沖縄暑かったですね、気持ち悪いな入り。いや暑かったですけども、キモい喋りのテンションで皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。しかもそんな言うほど暑くないし、ね、今日沖縄もね、まあ梅雨の時期でジメジメしてますけども、まあまあしてますね、はい、洗濯物とか乾かないでね、こう憂鬱なね、あの日をね過ごしてる方もいるかもしれません、当たり障りのないトークすんなよ、11時から夜の、僕のね一つのおすすめとしてはですね、この湿度ジメジメしてる時にですね、はいはい、気分晴らすためですね、はい、あのちょっとこれはあの不釣り合いかもしれないですけども、あの除湿機をつけるっていうのがね普通だな、かもしれないですね、昼に任せれそれは、僕はね、いろいろ昼のラジオに任せれ、そういうネットでこう調べた後、この除湿機の中で、一番このね、すぐ目の入ってきたあの、はい、アイリス大山さんの、ね、あ、まあまあいい製品ですよ、アイリス大山使ってんですけどもね、あれすごいのがですね、ボタン押したらですね除湿してくれるというね、はい、それが除湿機だから、もうびっくりしました、時間経ったらですねこう水が溜まるんですけども、まあ、溜まりますね、なんかなーって思ったらこう水だったんですね、だから水が溜まるって言ってるからな、水が溜まると言ってますもん、理解してる、こう自分の生のね、あの、実際目で見て、実際に本当に水が溜まってるのかどうかっていうのをこう、何で確かめたら、その水ってじゃあ判断したの、飲みました、え、飲むな、飲みました、水でしたね、除湿機の、汚い、水ですって言ってましたね、空気中の汚い水。なんかあのこのその水が溜まるところを、こうなんかその貯水タンクっていうらしいんですね。いや、それそうだろ。自分が一番笑ってるやし、なんだろうこれ、貯水タンクと言ってね、こう水が溜まる、こう溜める水、溜める水って書いて貯水タンク何が面白いば、貯水タンク自分でそんなハマるな、なんですけどもね、皆さんもね、こうなんか今日あのこのジメジメした、はいはい、梅雨の中で、こうなんかまた気づいたね、なんかありましたら、メッセージをお寄せいただきたいと思います。アバウトだな、メッセージテーマ、なんだわジメジメした梅雨の中で気づいたことって、メッセージテーマあるかや、詩人しかいないわ、そんな梅雨の中で詩人しか思いつかんわ、気づいたこと、今日ジメジメしてるな、ね、なんか気づいたって、いや、たまにありますよね、このラジオ局出たら、あの今までに見たことない大きいカエルが壁に張り付いて、いや、ないだろ、あると思います、ないだろそんな、僕はあの生まれて初めてあの食用カエルぐらいの大きいカエルを生で見ましたね、どこで、はい、どこで、あ、それはまたあの CM 開けてからお話しして、絶対嘘やし思いますけど、そこを言わないと何なの、カエル、でっかいカエル見たどこか隠しますみたいな、カエルだけにね、ちょっと場もケロッグしてますけども、じゃあメールを、いや、あんま上手くないなメールアドレスお寄せください、はい、数字で797@fmginowan.com、 797@アルファベット小文字で fmginowan.com までお寄せください、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ今日はですね、そのジメジメした、梅雨の時期をですね、こうパッと晴らすような、はい、ミュージックをお届けできたらなと思ってるんですけどもね、そのミュージック流してないのに、流してないですけど、急にできたらなと思ってるんですけども、もう3年ぐらいミュージック流してないよ、本当はね、前もってこの流したいなと思ってミュージックをご用意しておけばいいんですけど、僕はちょっとまたあのこのあんまり器用じゃないので、用意できてないので、いや、器用不器用の問題じゃないわよ、用意しとけばよかったですね、皆さんのために、本当に申し訳ございません、用意してないのに言ったんだ、申し訳ございません、怖いなこいつ、なんかね、こういった時はこうなんか音楽でまたパーッとね、こう、2回も3回も言うなよ気分を、音楽でパーッと気晴らしたいっていう話、晴らせたらいいんですけども、まあね、あんまり晴れもね、なんて言ってるか分からんやし明日から、はい、6月10、怖いな急に、1日12日2日間、僕なんか FEC の舞台、お笑い米軍基地が、そうなんですよ、やります、うん、もう今日ラジオしてる場合じゃないです、
ね、うん、今だ本当は俺も稽古中でね、そうそう、まあ、そうそうそう、うん、稽古真っ只中なんですけども、うん、その中ちょっと、僕なんか抜けてきたので、確かにもう本当ギリまで行かないこうとしてた。あ、元氏と話してからギリまで行かないこうとしてた、うん、もう今日行かない方がいいんじゃないって元氏に真剣な顔で言われて、なんでよや、今日行かない方がいいんじゃない、明日の準備もあるからって言われて、うん、そうだよ、やーが準備しれって話だろ、そうだよなーって思って、一応35分まで待って、うん、なんでよや、いかんこっかなーって思ってたけど、うんうん、やっぱりさすがにそれはかわいそうだなと思って、行かないのは森光にもかわいそうだし、お前よかわいそうだなっていうかね、うん、一応来ないとおかしいでしょ、金ピラごぼうの金金ピラピラ王様でしょ、でもどっちかが出たら どうにかなるからな、まあまあまあどうにかはなるけど、うんうん、これがだからその2人とも来ないで、その例えば別の芸人とかデコボコトラベリングとか、なんか別の人が来てたらまた話は別ですけど、きんぴらごぼうどっちかが来てるから成立はしてるんだよね一応。いやそれはな、あの休まない側が言うことだわけ、休む側が言ったら終わりだから、休まないですよ、だからいやだから俺は休まない、あ、じゃあじゃあもう全然だから俺が言う分にはいいわけよ全然俺が言う分にはいいけど、自分から、うんうん、あ今日行かんこっかなはおかしいさ俺がいや今日準備あるから準備あるから、うん、じゃ あの俺行ってくるからタイガー待っててねだったら、うん、タイガーもいろいろやっといてっていう、そこ俺はこっちは俺に任せて、 そっちはじゃあお前に任せたようの、あ、やっぱりそうだったよな、やつだったら行けたんだけど、だったら行けたんだけどっていう話、ね、言わずとして言わず、あ、こいつダメだ、言わずとしてこう感じ取らないといけない、自分の中で正解出してるパターンだ言わずとしてね、目バキってるパターンのね、コンビ組んで、うん、そろそろ 10年目ですからね、子供できたら教育論やばいことになる、10年目だから、うん、本当は言わずとして本当俺がちゃんと感じ取って、あ、いやいや来ないべきだったんだけど、来ないのはおかしいから、うんと申し訳ない、来ないべきな日はない、来ないべきだったんだ、来ないべきな日はこの世にない、来ない方がよかったかもしれないな、今日はごめんな、今日来てしまっていや謝るなよ、ま、なんだば、あ、なんで謝るば、いや来てよかったんですよ、す、ま、結局、いやだから本当気使ってもらって本当来て、え、違うわ長いな俺でもこんなくだりをさ、うん、あのね、芸歴も20年ぐらい先輩で、年も20ぐらい先輩のハンサム金城さんとかに永遠とやってるって考えたら、ちょっといい事務所だな、うん、だから 俺もこんな感じでさ、金城さんに感謝だよ、めっちゃなんかはぁって思うだろこれやお前同級生で、はぁだからもうお前後輩からそんな言われたらもうそうそう、金城さんにお前殴られてないだけまだマシだで、うん、あの金城さんと、うん、話したっけ、あ、タイガーが休みの時に話したんだ、うん、あの金城さんの俺ずっとペットボトルキャップ役やりましょうよって、はいはい、あのこう下りをやってて、うん、やらないやらないって言ってて、うん、であのたまたまこうタイミングがあって、はい、マジでちょっとやりませんって言って事務所で10分ぐらいやったわけ、はい、で金城さんが、うん、楽しいって言って、もう悔しいけどこれは楽しいって、おめっちゃいい、ちょうどこう10分ぐらい隙間時間あったから、うん、こういう隙間時間埋めるのにいいねって言って、はい、お笑い劇場の日かな、はい、その時にまあ、あの俺が、まあ、いろいろこう準備してるときに、うん、金城さん手空いてたみたいで、森光って言われて、うん、ペットボトルキャップ役やろって言われて、うん、いやもうお前が教えたからな、仕方ない、え、やらないですよって言った俺、うん、すぐあ、いや、まあ、準備してるんでやらないですよ、ひどいな、うん、何言ってるんですかぐらいの感じで言ったけど、うん、金城さんそのまますって行きよって、いやもうお前悲しかったんですよ、悲しかったんです、うんうん、でそれ経てずっと最近このうざがらみとか、あのロングトークしてるわけでしょ、ロングトークしてる、マジお前ちょっとあと何日かに刺されるはずで。そうかな、うん、無言で。でもこの前、あの、今度キャンプ行きましょうねって話。あ、そこで、そこで。あそこで、やられる、うん。どこのキャンプ場行くか。埋められるってことで。あ、そう山奥とか連れてかれて。うん、で、あの、優しい、金城さんのこう優しい片鱗見せてから、うんうんうん、ちょっと俺、あの、家行く途中で拾うよって言って、はい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 、俺と一緒に拾って、うん、で、一緒行こうねってなって、うんうん、もう、そっからは。だってキャンプ場なんかどこがあるとかあんま分かんないでしょ、キャンプ場とか分かんないな、金城さんほら釣りとかもしてて、ね、アウトドアに詳しいから、うんうんうん、もうお前が分からんとこ連れてって、確かに大丈夫っすかって、大丈夫、いいとこあるからさって言って、うん、でだんだん眠くなってくるわけよ、あー、うん、まあまあ眠くなるかな、うん、まあ、でこれ金城さんから、でも確かに、うん、焚き火っていいよなっていう話してたわけよ、はいはい、焚き火見てるだけ落ち着くよなみたいな、金城さんから、うん、金城さんから言ってきたから、うん、はい、ほらおそらく、うん、燃やされるかもしれない、いや、そうよ、うん、で、あのその道中、うん、これも飲んでって言われたなんかコーヒーに入ってますから、睡眠薬が、
睡眠薬、睡眠でも金城さん睡眠薬とかあの知らない、うん、まだ存在知らないと思うから確かに金城さんはそんなあの人間の文明が残したやつはまだ知らないと思う、ね、知らないから、ね、うん、じゃあ何かしらでしかも金城さんって丸坊主じゃない、うん、だから多分だけどキャンプの時とか、うん、なんかね、あの、まあ、海行くにしろ、はい、あのこの丸坊主だから多分、うん、あのカメレオンみたいに背景度同化すると思うんだよ金城さん。いやそれ関係ないだろ、髪の 毛があったら金城さん脇の毛とかも全部剃ってるから、うん、あのほら毛があったらなんか動物だってなるけど、なるほどね、あのもうつるっと、ね、大体のなんか物とか、うん、はい、なんかあの毛ないじゃん、あれだからあのステルス機みたいな、そう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 、光を乱反射させて、そうそうそう毛がないから多分俺も気づかんはずだから、なるほどな、普通になんか後ろから蹴られたりとかするかもしれんな、うん、もう一発ですよ、だから、うん、もう気をつけ、だからわざとロングドライブする、ああなるほどね、眠るように、なるほどね、で気づいた時にはもうお前、うん、もうどっかのもうあれ体は燃えてる、怖っ、暑さで起きてもう立つから、もうで金城さんがこう優しい笑みでお前が燃えるのを見て、そんな怖い先輩いたの、 FEC って優しいと思ってたら、うん、いやもう日頃のやっぱ恨みです、だからあのペットボトルキャップ野球やろうってあの時やらなかった時からなるほどな、自分からこんだけこうあの誘って誘って、うん、4年ぐらい俺誘ってるからマジで、うん、3、4年ぐらい、うん、それからやっとやって、うん、楽しさをこうグッと、その振り幅があった分楽しさをグッと知ったのに俺がもう断っちゃったからね、うん、そうそう、それ以降だからもう近いですね俺の、うん、だからまあ今月はそのね大きい舞台が、はいはいはい、25日まで毎週末あるから、うんうん、それ終わりですだから、あもう気づかれないんだその後、俺その後ももう知らないし、俺も気づかんし、もちろん、なんでよや、気づけ、もちろんだけど気づけ、俺に大事な人一人もいないんか、だからその25の後の、ラジオ7月1日1日、うん、金曜日になってますけど、うんうん、その時からはもう俺一人でやるし、森さん今日来てないですね、なんですかねって言ってそのままやる電話しれ何も連絡なしで来てなかったら、なんかいないみたいですけど心配しれ、まあまあ大丈夫かってなるなよ絶対、まあまあどうにかなるかってなる、それでいいですか、はい、それでいきましょう、はい、金城さんには僕はもう注意を払って接していくということで、うん、もう無理です、あの人はサバイバーだから、もうあの人はサバイバーは何のサバイバーあの要はランボーみたいな感じだから、ああもうアウトドアに特化した人ってことで、ね、外でのもう、うん、もうキャンプ行ったが最後、金城さんが乗ってるなんかソリオか何か分からんけど、あれ乗ったらもう最後です、もうまあまあそれは自分で行きますよ、うん、それをバイクで行けよ、ちゃんとバイクか車で行く、うん、気をつけないと、うん、怖いから金城さん、大丈夫大丈夫で、しかも多分、うん、キャンプ行こうねっていう話したけど、うん、おそらく行かないと思う結局こんなのっていかんさ、まあまあそうだな、うん、先輩との行こうねはね、そういつ行けますっていう話したとて、うん、したとてなんだよな、でもいつ行くかみたいなのになったら行くんじゃない、行くかな、うん、そこにまで踏み切らんかったら行かんないけど、行きましょうねでこのお互いになんかこのシャルウィーで終わってる時はもう行かないけど、はいはいはい、そっからこう細部詳細まで決めたら多分行くんです、うんうんうん、あそっか、でももうほんリアルな話、金城さんってもう、うん、言ったら俺なんかのお父さんの年齢でもおかしくないぐらいの年齢じゃないですか、そうだよね、もう俺はもう完全にもうドンピシャですね、うんうんうん、何話そっかな、いや金城さんはもう変な話何話しても全然大丈夫でしょ、確かに、うん、このお金から芸人のことから、うん、ああでも何話しても聞きたいかも俺、金城さんに芸人のこうなんかさ、うん、こうどういう時代があってとか、うん、あんまり聞いたことないかもしれない、うん、そうな、中澤さんとかは団長っていうのもあるし、はいはいはい、結構ほら打ち上げとかにも、うんうん、まあ金城さんもいるけどさ、うんうん、でもこう結構こうなんか情こもってね、中澤さんは話すイメージあるけど、はいはい、金城さんとこう明るくてなんかこう、ね、すごいフレンドリーに接してくれる方だから、ね、うん、でもこれはほら何名か芸人がいて、うん、そういう時にだから、それはその時の金城さんだけど、うん、でもお前とこうマンツーマンになった時は、うんうん、もっとなんかちょっと
鼻の下伸ばしたからエロい話とかするかもしれないよ。俺嫌だよ、俺お父さんくらいの年齢の人のエロい話聞きたくないわ。でもそこは違うさ、お父さんとはまた違うじゃない。あ、まあまあまあ、それはね、先輩だからね、うん、お父さんとは違うさ、うん、だからあのそこは何、一男としての、まあまあ確かに人生の先輩としてね、うん、どういううなじが好きみたいな話とか。いや、まあもううなじ好きは確定してるやし、うなじが好きは聞いたことあるよ、うん、どういううなじが好きの話してたら俺もうゲロ吐くよ。だから吐いちゃう吐いちゃう。いちいちでお前、いちいちで、いや、掘り下げすぎだろ。金城さんとまあキャンプ行くわな、でそのビールとか酒飲むだろ、うんうん、でそんなもういろんなの話尽くすよ多分。もうなんで俺脇の毛もない人とうなじの種類の話しないといけんの。いや、それは別にいいさだから。俺は脇毛ないけど、うん、うなじはちょっと毛ある人が好きとかって言うかもしれんし、まあ、確かにな、人の子の好きななんかあれはあるじゃない、うんうんうん、まあでもそういうちょっとこう深い、うん、深いって言ったらおかしいけど、うん、そういうあの、うん、コアなところ掘り下げて話す機会ってないからね、うん、でしょ普段仕事の現場とかで話すときはね、うん、だしまあそのね、活動してる時間帯とかも違うじゃない、緊張さん忙しいから。そうだそうだそうだ。で俺で緊張さん日中とかに事務所、うんうん、僕なんか結構ほら夜ね、はいはいはい、その仕事なのバイトなの終わってからがさ、うんうん、稽古場にいること多いから、はい、その緊張さんとあんまりそのなんか鉢合うタイミングってないわけじゃない。確かに長居するタイミングがね、うんうんうん、だからもう行った方がいい。もう殺されるけどね。いやいや怖っ。後にお前の好きなうなじのタイプ聞いた後に、で俺がうなじ好きなの確定してんの。もう確定確定だって嫌いって言う近所。もう嫌いって言ったらもうその場でだよ。怖っ。なんで自分の好きなさそのなんかこう性癖的な部分まで合わせないといけないの。おかしい。面白くないだろ。違う、だからまあまあ、うん、まあまあでも好きだから、そのなんかどう言うかだよね。そのなんかもう本当にもう反発的 に、いや僕あんまりうなじ好きじゃないですけどって言ったらスパッ。怖っ。まあ、うなじだからそこはちゃんと金城さんの、うん、あ、じゃああれはちょっとなんかちょっと、うん、あの、まあ、面白くはないけど、あ、もう俺がちょっとボケるみたいな感じで、うん、はい、なんか判断する。うなじは好きじゃないですけど、うん、あのうなぎは好きですけどねって。あ、やば、一発一発やられた、やられた、一発。面白くなくてもやられるんだ。首落としてからお前のカード裂いてからあのかば焼きにする。お、やばい、うなぎみたい。こういうことかって言いながら金城さん食事もするの。ハンサムの金城さん食人もするの。そうだよ、食べられちゃうよ。昔いたけど、そういうなんかニュースあったけど、うん、どっかの島で民族の人がみたいな。それ探したらどっかあるだろう、うん、怖い事件あったけど、うん、だいぶ俺なんかが生まれる前に、うん、初めて食べる人になるかもしれない。森光がハンサムの金城が、ハンサムの金城さん、ハンサムの金城ってなんかや。そもそもそれだったらわからないんだ、先輩たち。そもそもだけど怒られそうだな。でもさ、あのハンサムってコンビ名何。びっくりした、俺10年 FEC に来て今意識戻ったわ。確かにな、ハンサムってコンビ名何って。待って、これツイキャス今何名見てる、ね、あ、ごめんごめ ん, ごめん、よかったよかった、全然いい、全然いい。クソダサいよな。ハンサム、いや俺なんかもうきんぴらごぼうだから人に言えないけど、でもハンサムはもうあの今まで出会ったコンビ名の中でこのコンビ名としてね、うん、群を抜いてるよな。ダサいな、うん、なんか短いのにダサいってダサいな、ね、しかもなんかさ漫才するときにさ、うん、どうもハンサムでーすって言うさ、うん、どうもハンサムでーすって言ってんだよ漫才始めるので慣れた口調でどうもハンサムでーすよろしくお願いしますって言って話してるんだよ。なんかもう異常だよ。だから怖いな、うん、慣れって怖いな。もちろん俺らだって入った時思ったじゃん、うん、ハンサムって。そうだね、うん、コンビ名だから もちろん人食べるだろうし、だからハンサムってつけるぐらいだから上気をいじってるもんな。いじってるいじってる、二人ともよ、中澤さんもハンサム中澤っておかしいからな、どう考えても。よくよく考えたら確かにな、うん、しっかりした漫才やるしな、まるしっかりしたしっかり面白い漫才やるしな。怖いぜ。今日今聞いてる5名だけ、はい、5名と俺なんかのもうこの5名も行ってるからね、行ったことになるからね、もう俺なんか。あ、もちろんもちろん聞いてはいるからもう、そうそうそう、だしもう、まあ、ミキサー、ね、今日から新しく入ってくれた、はい、ミキサーさんも
まあ、面識ないと思いますけど、はい、ハンサムさんとおそらく知ってます。ハンサムさんって沖縄のその芸人さんがいるんですけども、本当にもう長20年プレイヤーかもっとやってるんじゃない、もうちょっとやってる、うんうん、僕なんかが所属して FEC という事務所が沖縄で一番最初に、はい、あのこう作られたお笑いの事務所なんですけど、1993年に作られて、はい、で、今年で29年、うーん、僕なんかと同い年なんですよ、はい、でそれができる時ぐらいからいるか ら, から中澤さんとか28年とか、ね、そんくらいをやってる人たち、うん、先輩がいて、芸名がハンサム、しかもカタカナっすよ、コンビ名が どうです。いやこれもう正直、はい、もうあの共犯なんで、これはな、うん、大丈夫ですか、はい、これ大丈夫です、あのもう2人ともとっても優しい方なんで、はい、あの見てみたいです、あ、ぜひ、いやもうネタはすごく面白いですよ、はい、ただもう本当コンビ名だけがだから、はい、ダサい、確かに、はい、しのさん、しほさん、しほです、しほさん、はい、しほさんがもう行ったということに、そうね、しほさんを筆頭に、筆頭に、いや筆頭とかないです、はい、俺なんかがハンサムっていうコンビ名を出してたら、はい、初めてのミキサーなのにマイクオンにしてありがとうございました、いつもカルピスありがとうございます。でもあれ、あ、二人今聞いてます、ラジオ聞こえるかな、 前番組の方とね、今タイガー会話してます。ハンサムってやっぱり名前ね、ちょっとダサいっすよね、ハンサムって僕なんか先輩の芸名があるんですけど、聞こえてるかな、聞こえてはいるんですよ、あ、ハンサム、ハンサムさん知ってます、ハンサムさんって、あの一人金城さんが、あの今ほらの五役栄翔、五役栄翔先生やってる人なんですけど、あ、今確認してめちゃくちゃ考え込んでますね、はい、これは、うん、ちょっと出せ、あー、そうそうそう、そっちのイメージが強いんだ、シモ建設、ね、シモ建設の人、そうそうそう、うん、知ってます、知らない、知らないんだどんなんです、ハンサムってコンビ名、ね、コンビ名、まあ別に大丈夫だよだったら丸 で、やっぱちょっとダサいなって言ったら罰もらってもいいですか、どっちかで、うん、ハンサムっていう名前考え込んでるな、うん、どっちだろう、お、な、三角、ちっちゃい三角、ちっちゃい三角、しかもいや、大きい三角できねえからな、まあ、確かにそれなんで三角なんですかてかもうちょっとこっち来てから、いや入り口来てから話してほしいな、ごめんなさい、帰る間際に、すいません、ごめんなさい、あ、大丈夫ですかね、いや、あ、そっか、いつもあの顔出ししてないから、そうですよ、そうそうそう、あ、もしあれだったらこの入り口でいいですよ、入り口の方で多分カメラ映らないと思うんで、ツイキャスには映らないところでいいですよ、はい、申し訳ないな、これも、ね、これもハンサムのせいだから、これも確かに、こっちでどうです、なんかまあ、その内容から入るとさ、はい、やっぱりみんな見た目も気にしちゃうじゃん、そうですよね、はいはいはい、自信めっちゃありますとかだったらいいかもしれないけど、はい、なるほどなるほど、はい、なんかその名前とこうギャップをつけるかね、このハンサムっていうのは今ちょっと森光さんが、はいはいはい、僕だけ先輩にハンサムのこう潜在写真をちょっと検索してますんで、はい、このシーモシーモ建設の CM は見たことあるんですか、わからない、ああ、そうなんだ、どの写真見せるかにもよるけどな、まあ、潜在写真がいいかな、まあまあそれが一番いいかもしれないですね、二人コンビですね、コンビ名なんですよ、はい、なんかでも綺麗なことがあるような、多分沖縄に行ったら多分どっかでは見たことあるんじゃないかな、どっかでは見てる、いろんなメディアとかにも出てるんで、なんかしかも最近みたいな気もするな、結構多分常に、うん、中澤さんとかはその、FM 沖縄さんとかであのパーソナリティとかもやられてる方で、この右の人は知ってる、中田さん、やっぱり中田さん、はいはい、でこの左の側の人があの志望建設の人で今沖縄の五役栄翔茶名の人、はい、そうです、この人が茶名の人、あ、そうなんですよ、待って、めっちゃ好きなんだけど、もともと
いやだからこれコントのキャラクターですね。そうそうそう、この沖縄の大きいその O1 グランプリっていう OTB さんがやってる大会で一度このコントでそのゴエクエーション先生でこのあの、私めっちゃ好きでインスタフォローしてるの。あ、そう、でももう本当に多分 CM、いや、ゴエク先生はもう30本、40本出てるんじゃないですか。テレビはいろいろ、ホットモットさんとかいろいろ出てるでしょうし、チャメン。私言うわけよ、チャメンって。ああ、じゃあもう。え、結構全然違くね。そうなんですよ。そうなんですよ。だからこれはもう、だから2人がそのどう思ってるか分かんないですけど、ハンサムっていう名前もほぼ捨ててるような。で、言ってけばいいけど、まあまあ、そのゴエク先生はまたキャラクターがあるだろうしな。また別、まあ別人物ですけどね、うんうん、別人物っていうことですけどね、知り合い、知り合いですね。そう、言われたことがあるんですよ。だからこのゴエクさんは、はい、メイクしてるときはあれだけど、はいはい、多分脱いだときを見たら多分気づかないよって言われたことがある。ああ、気づかないです、気づかないです。そんなに変わんないでしょうと思ってたけど、気づかなかったこと。気づかないですよね。僕のおばあとかも全然気づかなかった。気づかないわ。右の人はなんだろう、そのまま出てますよね。中田さんは結構出てます、いろんなメディア。中田知ってるのか。そうそう、やばい、チャメ、チャメ。チャメの人は、そうそう、あの二人がハンサムってコンビなんで。あ、いました、はい。今度ライブもお呼びしますね、お二人。はい、ぜひ来てください。はい、お願いします。いや、ありがとうございました。しおさんもお呼びしますんで、はい、来てください。お願いします。これで時間楽しんでください。はい、すいません、ごめんなさい、呼んでしまって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで。嫌いということですね。言ってなかったから。そんなこと一言も言ってなかったよ。いや、だからいいね、うん。知らない人いっぱいいるぞ、僕は。でもだ、それはでも沖縄七不思議でもいいかもしれないですね。うんうんうん、ありがとうございます。俺はハンサムってコンビ名いいと思ってるけどね。あ、俺はちょっと、うん、俺はもう。俺はめちゃくちゃいいと思う。俺はもう。これ後で編集、YouTube にも載るんですもんね。そうですね。うん、これはもう、師匠さんが言ってるところも、もう、いや、もうこれも全部、俺なんかがもう、金城さんが、キャンプでお前を食うっていう話のところから、うん、全部切ってから、こっちまで切って、もう、なんも、うん、だからちょっと、今日は30分番組をやったってことだけにしよう。うん、なんか、好きなピザの話とかする。急な方向転換。うん、急な。っていうことですので。でも本当にさ、うん、好きなピザある。気持ち悪いね。このタイミングで、うん、めえよ好きなピザめえ。これね、キラキラさせたから結構分かれるぜ。決めたよ、好きなピザ決めたぜみたいな顔するな、うん、俺ピザーラ。いや違う俺ピザーラ。え、違うじゃん、なんかマルゲリータとかなんかじゃない。ピザーラのジャガイモいっぱい入ってるやつ。あ、もういや、ジャガイモとマヨネーズ入ってるやつ。僕、あ、言っていいですか、じゃあ僕も、うんうん、僕はもうあれ、ピザハウス、ピザハウスジュニアって沖縄にあるんですけど、結構攻めるね。ピザハウスジュ、ピザハウスの、ペパロニピザ、うん、もうあの辛いこのサラミがのもう一面にパーッ、あ、違う、こわこわ、違う、俺はもう、うん、フンギ、あー、キノコ乗ってるやつ。これはもう、もう忘れられないね。忘れてたけど今忘れてた。完全に忘れてた。ピザでパチンってきたね、うん、ちょうどタイミングよくシュプリームさんからのコメント来てる。はいはいはい、シュプリームさんと食べに行ったんだっけ。シュプリームさんにその僕と具志堅さんと元人で東京行った時に、はいはいはい、このフンギピザを食べさせて、このキノコのね、はいはいはい、なんかあれはなんだ、あの、ポルチーニとかなんかの香りの高い、うんうんうん、キノコがいっぱい乗ってるさピザを食べたんだけど、あのピザが一番うまかったね、うん、そんなうまいんだ。超美味しかったね。なんかそのタバスコじゃないけど、なんかあれだ、鷹の爪が入ってちょっとスパイシーなオリーブオイルがあったんですけど、 あれかけて食べたら最高でしたね。それなんかもうそういうピザ専門店ってことだったから、ちょっとなんかおしゃんな、あそこはどこになるんですか、銀座だったかな、の本当にやっぱ高そうだな、飲食店がいっぱいあるビルみたいな。だから あそこってビルすごいじゃないですか。あ、ビルのそてキチキチってテナントの中にこうピザ、うんうんうん、そのピザがもうそのままあって、ピザ、うん、ピザって書かれてピザ。雰囲気最高だった。あれはマジであと1回食べたいな。あ、もう食べましょうよ。まあ初めてもあっただろうけど、うんうん、
あだから俺なんかそのキングオブコントで東京か大阪かどっちか行くじゃないですか、うん、だから東京だったら東京行ったらまずはシュプリームさんじゃ会おう、お願いしてからでピザ食べさせてもらおう、会ってくれるかな、うん、で俺なんか旅費も持ってもらおう、うん、パトロンじゃないんだからいや持ってほしいな、いやでも食べたいな、てか普通にね、うん、一緒にこうお店教えてもらって行きたい ね行きたい、うん、飲んでみたいな、まあ、そのシュプリームさんが東京にいるならね、確かにいろいろ飛んでお仕事してる人ですから、うんうん、そうそうそう、4月まで絶賛雪山生活って書いてるから今シュプリームさんの、あじゃあだから今6月だからもう今もう何してるか分からない、全然、しかもシュプリームさんって AI じゃん、あそっか、だからあシュプリームさん AI だから、うん、あの大丈夫じゃん、どこにいても多分、あそうだね、あのデバイスが各地にあると思うから乗り換えてくるでしょ、いやこれ困惑するかもしれない翔さん困惑しちゃう、大丈夫、大丈夫です、大丈夫、このシュプリームさんって方今ツイキャスコメント来てるじゃないですか、この人あの実在しないんですよ、この人、そうなんです、はいはい、ああこの方はもう AI、うん、この人もラジオめちゃくちゃ聞いて、いろんなラジオめちゃくちゃ聞いてるんですよ、このコミュニティラジオからもういろんな大きいラジオ聞いてるんですけど、はいはい、だから人間で実在するはずがないんですよね、うん、こんなに聞いてる人は同時間放送をいろんなところで聞いて、はいはい、メールだのツイキャスでコメントしてるんで、多分あれなんですよ、そんなことができるんですね、はい、でそのたまに沖縄とかそのコロナになる前に来てたんですけど、その来て一応来てたんですよ、シュプリームさんと、シュプリームさんって名乗る人が、うん、でもその人はそのシュプリームさんのシュプリームのアカウントが発注したおじさんなんです、代行おじさん、そうそうそう、そう、代行のおじさんが来て、はい、僕は私シュプリームですって言って、うん、そうそう一緒に、そうそうそう、リアルターミネーターだもんねみたいな、そうそうだね、うん、っていう、すごいんですよ、でも俺たちしかこのくだりやってないからしかも久しぶりにやったし、久しぶりにやったどこまでが本当の、あ、全部嘘人間です、れっきとした、あ、全部嘘ですね、優しい優しいお方ですね、シュプリームさん7月6日から夏山生活らしいですよ、夏山生活はもう山積みの人じゃない、でも夏の山ってあんまイメージないけどね、夏はやっぱり海な感じするけど、うん、あでもほら涼しいだろうしな、ね、うん、きっと海って沖縄ぐらいだしね、こんな身近にあるのね、あまあそうですね、うん、切り離せないからな、そう、うん、沖縄の人が多分な県外の、俺見たことないんだけど、うん、県外の、お前コード触るからマイクでギシギシ音拾うんだよ、ギシギシは拾わせれなんでよ、ギシギシがあってもいいだろう、ギシギシラジオに誰がラジオにギシギシはなしって言ったんだい、言ってるだろや、絶対にギシギシはさせれ、ギシギシさせれ、ギシギシして俺が気持ちいいんだったらギシギシさせれ、お前今お前志保さんだったからよかったけど、うん、お前これ RBC 行ったらお前ディレクターに、うん、お前触るんだ、今日触るなよって言われるんだいいよ、俺は RBC だろうが何だろうがギジギジするわ、優しいからずっとでも腹立ってるはずですよ、今志保さん、うん、確かにな、でももう初めて、今日初めてですもんね、僕なんか、うん、だから初めてで、うんうん、で今日はそのね、多分今後多分ついてくれるんですよ、そうです、ね、おそらく、あ月に1回ですかね、月に1回、はい、まあそのまちまちで入ってく、はいはい、くれるので、はい、じゃ今後またね、いろいろお願いしていくけど、そうそうそう、初対面一発目で、うん、なんかね切れるのも多分翔さん違うだろうし、確かに確かに、うん、でまたほらなんか俺なんかそう冒頭からなんか話もなんかキモい話したから、うん、ね、何さ、わ、下手したら私も殺されるかもしれない、怖い人たちなんだって思われてるだろうしな、で先輩にハンサムって芸名の人がいる、そうそうそう、このまともじゃないねこの人たちって上気を逸してる、してるグループから来たやつ、それはマイクもギシギシするかってなって、でこれは、うん、いや注意でもうだから注意したいけど、うんうん、怖さゆえにできない、はい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 、はい、俺なんかが悪いよ圧かけてまあでこれは本当に反省すべきところかもしれんな、うん、ギジギジはするけどね、でもほら怖いよ、ストローの袋とか割り箸の袋とかずっいろんな形にする人ですか、あそうですよくご存知でいやでもやらないっすか、やるけどね、結構マジでなんかマジで結構やるけど俺
や全然やっちゃうよそれ。ストローの何袋とか袋とか、うん、あの結んだりとかしてですよね。ああ、まあ気持ちは分かんなくないし、俺も一応ギシギシはするけどな。ギシギシしてるよし。でも俺はこのこっちのヘッドフォンのところ触るから別に。ああなるほどね、うん、マイクのところやってるからギシギシしてると、うん、でもダメになる、もうダメになるから。じゃあもうやらんよギシギシ。そんだけ言うんだったら、うん、怯えてたよ今キャンさん来るまで。確かに俺なんか3名だけの部屋にいられて、うんうんうん、怖かったはずよ。なんかね、うん、この最初もはめられたし なハンサムってなどう思いますか。あ、そう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 はめられて今日、うん、ね、俺もまあ自己紹介もしてないですよ。そうだよちゃんと、うん、の状態でこうはめてしまって、ね、俺なんかが誰かもわからない状態で、そうそうそう、うんうん、人肉の話から、確かに一空先輩話からやって、うん、マイクもギシギシやって、これはやばいな。今日帰った後この人なんかやばいってな。しかもなんかお笑い米軍基地って舞台やるんだそこはちょっと気になりますタイトルの由来は、ね、やばいかもしれない。もともとまーちゃんさんっていう先輩がいて、はい、この人が企画した舞台でもう何年ぐらいやってるのかな。あ、だから結局ですね、もう15、16とかなるんじゃないかな。うんうんうん。なので、まあまあ、まあ基地問題だったりとか今のこう時代のちょっと風刺の効いたものをネタにする舞台をやっておりまして。そうですね、はい、でこのまーちゃんさんもそのハンサムさんと同じぐらい、はい、もっとかもっと長いぐらいの芸歴の方で、うん、その人がこの毎年沖縄でやってる舞台があって、そうそうそう、結構いっぱい人がガッて一日中ずっといろんな、あ、いやいや、あの舞台でその時間だけ、2時間ちょっとぐらいやるので、でその要はその今沖縄が置かれているその米軍基地の関係とか、なんかそのさっき言った時事事みたいなのを、なんかどっちがいいとかっていうこのなんかあれをするんじゃなくて、その沖縄で起こっている、まあ、なかなかこうタブーなことをお笑いにして、うんうん、見せるっていう、まあ、僕なんかでまーちゃんさんがすごいんですけどね、うんうん、をあの出演させてもらってるっていう感じかな。その FEC に所属してる芸人の何組かがこのいろいろコントまちまちで、僕たちもお笑い芸人なんですけど、はい、だから普段は2人、僕なんか2人で活動してるんですけど、うん、その舞台だけはこの何名あの、うんうん、コンビとかピンとかこうごちゃごちゃになって一緒に、はい、そうなんですよ。で結構毎回見たいです。県外とかからそのそれこそ NHK でも特集とかされてましたけど、県外とかから毎回このニュース番組で取材で来るんですけど、あの一切テレビで使えないから使わないで、でも来てくれるんですよね、うん、TBS のサコ、うん、サコさん分かりますか。 TBS のサコキャスターとか誰が分かりやすいかな、うん、結構あでもクレヨンしんちゃんの声優の人とかも来てたような。こちらも今度、はい、ぜひ見に来てください。見に来てください。出身はどちらなんですか、ね、沖縄じゃないですよね。私は、横浜です。あ、聞いても大丈夫、はい、大丈夫です、はい、これはダメだったらダメです、はい、言ってください、ね、横浜です。横浜か、はい、3年半前ぐらいに移住してきたんですけ ど、お父さんがオロクで一時期働いてて、はい、うん、子供の時によくオロク のイオンでしたっけ、はい、イオンの近くの公園、はいはいとかで、はい、あの金具すくとかあそこら辺のですね、大きい滑り台、はいはい、こんな青いやつ、はい、青いやつ後ろのね、そこで遊んだりとかしてたんですけど、大人になってからまた住むようになって、なるほど、はい、これはじゃあその沖縄にちょっとルーツというか何か目的があってきたんですか。沖縄やっぱりこのもう自然と、はい、この宝物がいっぱい、宝の島です。素敵なこと言うな。本当にそうですね。でそれでもう、うん、あの移住する1年前ぐらいに4回ぐらい来る機会があって、はいはい、あもうこれは沖縄に住みますって思って来たっていう感じです。はい、そうなんです。毎日いい、あでも嬉しいですね、それ楽しいって言っていただけて、出会えるのもすごい、人もなんかこのつながり方も関東だともうちょっとなんか、はい、まあ、人が多すぎるんで、はい、なんかちょっとこのシャットダウンする部分とか、あ確かにあるんですけど、うんうんうん、なんか沖縄やっぱこう真心
なんかつながる感じます真心でも確かにあの人が多いしいろんなことがある分あの警戒心が強いですよね。関東の方とかって純粋に満員電車とかもお前関東の何が分かるかお前は、関東評論家に今からなろうとしてればよ、ま、俺はこの瞬間から関東を評論しようとしてれば関東に1週間もいたことないくせにお前、あるわ関東に1週間ぐらいないわ思い返したらせいぜい4日だな関東に居続けたのあいつ妙に共感するけど何かなっていやでもそれこそ本当に感じた部分があって、はい、あの結構俺人に道聞くわけ方向音痴だから。ああまあ確かに頭悪いしな頭の悪さは関係ないだろ道聞くの。鼻水垂らしながら、ね、分からんのに道聞かんやつの方が頭悪いわよでも鼻水は垂らして話させる俺に結構道、そう道聞くんだけど、話したそうだし、話させるじゃん。好きだよね、そうそうそう。好きだよね、話していいよ。でもあの結構東京とかで話しかけた、うん、びっくりされることが多い。え、何ですかみたいな感じで。これ鼻水されてるから。いやそれはびっくりするな。あ、みちどこですか。アホの子で言ってないわよ俺。みちどこですかって。なんて言ってるわ。ウミンチュどこですかって言ってんの。道どこですか。道？道どこですかは聞かんだろよ。どこどこまで行きたいんですけどって聞くだろ。めっちゃ話すよし。話すだろ。なんで話さない設定で言ってるわ。まあでもそうだよな、その場所わかんないしな。まあまあ人はもちろん人によるとは思うんだけど、うん、結構沖縄の人とか俺、うん、バイク乗ってる時も道わからんくなったら、うん、あのブーンってバイク乗ってる横につけてから、うん、あっち行きたいんですけどって言ったら、うん、あの一回あオッケーって言って、あのじゃあ俺連れて行くから後ろついてきてって言われて、うん一緒におじさんがすげえでそのままありがとうございましたっておおブーンって言ってそのまま目的地に優しい。そう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 結構でもね、まあでも俺もちょっと俺でおかしいとこあるから、まあまあもちろんその、あの窓開いてる窓開いてる車の人とかに、うん、聞くわけよその時はねおかしいと思ってなかったんだけど、うん、別にまあいっかと思ってすいませんって言ってから、それはさすがにびっくりしてたら、怖いどこどこ行きたいんですけど分かりますかって言って、分からないでも急に閉めたらやばいやつだったらどうしようと思うか閉めないんだよな、閉めない分からないですって言ってから、あそうですかって言ってお前のバイクが進んだのを確認してゆっくりうーんそうそう閉めてから、うん、鍵も閉めてからな、ね、怖かったねって言いながらあそうなんだ。まあもちろんあの関東の方でめちゃくちゃ親切に教えてくれる方はいるんだけど、多分あんまりびっくりするのかな、なんか人がでもなんか多いからなんかね、やっぱりわかんないな、俺もそこ行ったことない人によるかも、いろんな人がいるから、確かにいろんな理由で話しかけられたりもするし、ああなるほどなるほど、なんかのそっかそっか、でもなんか沖縄来てだから親切にしてくれてるのが最初なんかちょっとびっくりしちゃったこととかあるんですけど、逆にちょっと怖いみたいな、でもあ本当にただ純粋に道歩いてたらなんかどこまで行くのって言って本当に車乗せてくれたおじいちゃんとかいて、なんか乗らせてもらって、なんかこれ関東だったらなんかそんな簡単に自分も乗ろうって思わなかったけど、いやでもそれは気をつけた方がいいと思いますよ普通にこのご時世沖縄でもなか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 のあれですよ。いや違う、それはだから塩さんの感覚でしょ。まあ確かにね、そうそうそう、まあその、ね、この人たちは実際に見てるしね、大丈夫だしっていうところのね、うん、ありがたいな、いいじゃない、確かにな、はい、沖縄のなんかじゃあこのゆいまる精神をただで感じてるわけね。友達だったかな俺なんか、あ違う違う、友達の話だったか分からんけど、この道クラス俺なんかもともとね小6からの友達だけどそれは今あのこの道を、うん、まあ、女の子なんだけど小学校の頃に、うん、その外国人の方が、うん、あの乗せるよって言ってきて、うん、でそのまま乗ったんだって、はい、そしたらあのその方が、うん、あの下半身何も履いてなくてで、後ろにあの大量のこう、うん、あエロ本があって、うん、で自分の下半身何も入ってないんだけど、うん、そのちょっとブツの上に、うん、あのエロ本パッて開いて、うん、そこで蓋してるみたいな、うん、それでなんか英語でなんとか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 ってずっと言われて、あーってなってそのまま一応降りて帰に それは大丈夫だったらしいんだけど、めっちゃ怖くない？怖。これいつ聞いたか忘れたんだけど、うん、誰から。じゃあ作り話だ。なんでよや。危な。
なんでよ。騙されるとこだと危な。わざわざするかや。わざわざするか。いつ誰が話したか分からないんでしょ。そう。じゃあ作り話した。怖。誰だったかも本当に覚えてない。このエピソードだけが頭に入ってる。怖ーと思って。でも多分俺が中学校ぐらいに聞いたと思う。うん。そうね、うん。作り話だから別にいつ聞いたって。そうそう。わからん。わからん。俺も別に、言えばよかったけど、そこすら、そこは作っとけって話だよな。誰こんなもん。いつ誰からか聞いたことわからん話、怖いよな。お前がそんな話やったら、もう作り話にしかならないから。じゃあ、これも本当聞いたわけ。まあまあ、まあ、だですけどね、うんうん、そうなんですけど。誰かかはわからんけど、いつかもわからん。反則だな、俺もそれ使おうと。あまあね、どの場所にもね、変な人はいますから、ね、いるけど、だからそれはもうその当本人の嗅覚でいいんじゃないですか。だからでも優しい人は多いかも、うん、このね、委ねすぎるのもあれだけど、うんうん、なんかちょっとさ、こうなんかなんていうの、うん、軽くなんかちょっと事故ったりとかしたり、うん、なんか困ってる時って結構なんか車止めてバーって誰か来てくれるもんね、うん、沖縄にいたらなんかあまりまだ世知辛くない感じですけどね、僕のイメージ。あーなんか確かに本土で見るニュースとかなんかああいうのとはちょっとかけ離れてる感じはするんだけど、ね、だ7年前ぐらいに俺やったわけよ、うん、その検証で、うん、この県立美術館博物館の前の十字路の歩道の方で、うんうん、俺一人こう寝転んでて、うん、でメッカ屋のメインプレイスの2階の方からカメラ回してもらって、うん、でそれで俺が単独ライブ一人でピンでライブやるって時に、ね、はい、それで助けてくれる人はいるのかって。なるほどね。で30分はとりあえず寝ますって言って、うん、それ以上誰も助けてこなかったら、うん、やりませんって言って、でやっぱこう映像にずっと残ってるから、はい、子供がこうあっちなんかやってるみたいなこう行こうとするけど、うん、お母さんが手引っ張って、うん、行かんよみたいなのが映ってたりとか、まあまあ、そうするとカップルがこう俺が普通に倒れてる横で隣の、草でできたジンベエザメのちょっと離れた横で俺が寝てたんだけど、うん、そのジンベエザメと写真撮ったりとか、うん、映像が映っててあでも面白いなと思いながら、うん、俺多分声かけられないんじゃないかな、怖いじゃん一応なんか分かんないし、でその時俺金髪だったから、うん、金髪のガラシャツの男が横たわってるからなんか下手したらドラッグやってるのかな、まあ、もちろんそうだね、そう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 、やってるしな、あんまり言えないやってないわ、やってたら言わん、服で隠れてますから、うん、あんまりね、でもなんか助、うん、声かけてくれた人がいて普通、そうそう、それが多分8分ぐらいかな、結構早いね、30分検証で、そう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 、すぐ話しかけてくれて、どうでしたって、なんかもしやばい人だかなとかそういうのは思わなかったですかって言ったら、あ、まあ、やばい人かなとは思ったんですけど、やばい人だけどね、こういう企画もやってるし、うん、でももし何かあったらって思ったら、うん、一応声かけようかなと思って声かけましたっていう、素晴らしい、男の人がで一応その人と一緒に単独ライブ頑張るぞっていう、怖、そこまでやってくれたんだ、やってくれた、なんかアイスとかラーメンおごったかなんか、うん、ありがとうございましたってそのままありがとうございましたって言って、それ以降顔を見せることなく俺は去った、背中だけ見せて、その人に、怖、お前が見せたんか、しかもそ, うその人の背中見なかったんだ、そ, う そ, うその人の背中を見る前に俺が見た、お前は見送れ、ちゃんと最後まで怖いな、よくやったな、そうそうそう、でもなんかあの時、あ、なんかあこういう世知辛くないんだなって、うん、俺自然と言ったもん、まだまだ日本も捨てたもんじゃないなってノーマルでな、ノーマルで、一応あっちははーって顔してたいやそりゃそうだろうなそれ言われ慣れてもないしな、そうそうそう、うん、誰が言ってるばって話の話で、あっちからしたらそうだよ、ね、変なやつが倒れてて急にカメラ映していいですかって言って、怖そう、でもあん時 YouTube やってたらバズってたかもな、バズるか、バズるだろ、バズらんよ、やバズるだろ、ややっていないのにバズらんよ、確かにね知らんかったし、YouTube なんて存在が、でもそれ考えたらさ、マジで、うん、今の YouTuber すごくない？そのさ、うん、まだまだ知らない時からずっとやってるわけでしょ。だからかけというか、だからまあ、まあ、そういうの好き、こうなることを俺なんかもう過去で知ってるけど、うん、あ未来で知ってるけど、うんうんうん、別にそうなりたいからやってたわけじゃなくて、その映像だったりなんか企画するのが好きだからそうなってる、うんうんうん、たまたまその時代になったっていう、そうね、こうなんかそのー
思い出作りだったりとか、うん、こう楽しいっていう部分でだと思うよ。やってた人たちもいただろうね、うん、先見の明があって、うんうん、まあ、やってる人もいただろう。確かに、いるんだろうけど、まあ、海外とかでは、うん、多分その頃からも流行ってたから、もうこれ流行るわってなってやった人もいるかもしれんけど、ニコニコだったりなんかね、 それこそツイキャスとかもそうだけど、うんうん、いろんな配信がある中で、はいはい、やっぱ YouTube がねグンってなってただけだからさ、うんうん、分かんないね。一回 CM 行くか。行きますか。 CM 流しましょうね。はい、じゃあすいません CM です。どうぞ。どうぞ。ナナちゃんメールあ送らないですかって言ってたから、送らないです。そこにコメント来てた。コーチさんが三栄のチラシ新しいのに更新したね。あ、そうなんだ。父の日のやつちょっとまだ見てないな。新しいのまたパターンが違ってるってことってことじゃない。へえー、まあ父の日は来週か。そうね、来週までありますから。三栄のCM に森光さん出てますので、はい、ぜひ見かけたらチラシも見てみてください。ひふみさんから亀次郎の監督ね、佐久監督の方ですね。監督ね、はい、シュプリームさんが第3金曜日が森光くん一人だってやばいね。だからもうやばいっす。やばくないだ。俺はだからもう来るようにする。あの、塩さん、もともと濃いわ、あれの時はもともと濃いわって言ったやし、俺も濃いやろ。第3金曜日以外もやるかもしれないもんね、もしかしたら。エンディングのところに違う。まあまあ確かに、うん、こっちに、うん、そうしたら楽だから、はい、お腹すいたな、普通に普通にお腹すいたわ。確かに何時に食ったっけな、俺4時、変な時間に食べたんだよ。なんかさ、それこそもうコロナ禍になってからさ、うん、なんか前は本当にたまにあったじゃん、こうなんか差し入れ持ってきてくれる。はいはい、ないもんな。ね、あ、こっちにね。そう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 、うん、FM ギノワン FEC チューンド金曜日キンピラゴボウのキンキンピラピラお星様ラジオ。いつまでこのジングル使うば。え、永遠によ。永遠になの。でも確かに、うん、もうなんかしっくりきてるもんな。秀信と、うん、あと尾崎さんはもう切り離せないから。確かに、もうだってこれ使わなくなったら、うん、もうこのデータこの世から抹消されても二度と会えないもんな。抹消されることデータは残るけど、うん、でも皆さんがもう聞くこのよそで聞くことはもうない。確かに、うん、秀信でってね。何やってるのかな、秀信とか。秀信何やってるんだろうな。何もやってないだろうしな、あいつのことだから。まあ何もやってない可能性も全然ある。うん。なんかやってたとしても、うん、ちゃんとはやってないだろうな。ちゃんとはやってないだろうな。うん。でも言っても一個下よ。あ、よく考えて。そうなんだ。秀信って一個下なの。あいつポンコツすぎて。俺まだ18歳とか19歳のイメージなんだけど。ね、そうなんだ。お年とかよりも年上なんですよ、2つも。そっか。怖いよ。まあでも俺なんかはね、もうあの時もう今辞めてますけど、後輩、うんうん、あの時のイメージしかないからあれだけど、今はもう変わってるかもしれないし、ね、もちろんそうですよ。尾崎さんとかもな、尾、ねうん、崎さん何やってるんだろうな。原付き乗ってるでしょうね、まだ、うん、いい原付き乗っててほしいけどね、ちょっとね。確かにな、うん、尾崎さん本当に30キロしかもうね、本当に30キロしかあさんからな、うんうんうん。横浜って愛知？いや、神奈川。神奈川県横浜だ。そうだね、そうですね。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。もう次から俺なんかもう本当に全然人として見られない。もう土地は分かんない。だって横浜は、うん、確かに。でもこれ本当にさ、だって横浜はあれ、横浜はこれ横浜があれだけ、うん、横浜に悪いくないけど、うん、あのラーメンズのネタで。うん、あの47都道府県紹介するネタがあるんですけど、わかります？わ、はいはい、からないです。ラーメンズさんわかります？ラーメンズって。いやー、ここもかなかなかお笑い好きじゃないとわ、ね、かんないと思う。いて、そのラーメンズ
さんのこう47府県都道府県をそのなんとか県ってその県の特徴を紹介していくやつがあって、神奈川は横浜県って言ってたよ。まあだから横浜がメジャーだからってことね、横浜県って言って紹介したから、うん、後で見せますので、はい、YouTube ありますので、はい、シューマイで有名ですね、はい、そう、シューマイが有名、横浜、ああそうなんだ、いいな、シューマイが有名なんだ、シューマイ弁当、横浜でも横浜中華街ですよね。そうです、ああそっかそっか。皿うどんとかもあるんですか。うわいいな。美味しいですよ。美味しそうだな。池手長崎だったからな。だから横浜だとまたなんかちょっと変わるのかな。確かに。どうなんでしょう。行ってみたらね、横浜とかって。横浜観光。横浜観光か。どう？いやでもさ、うん、言っても俺なんか沖縄県だから、うん、県外。もう飛行機乗らないといけないじゃん、そうですね、確実に。だからもう県外に住んでる方よりもすごい遠い存在なわけじゃん、はい、ちょっと本当に横浜出身の方いる前で言うのは申し訳ないけど、横浜よりか東京とか大阪行きたいかな。ごめんなさい、近いんで、あ、そうか、近いですよね、近いですよ、いいとこ教えてもらいましょう、今後もよろしくお願いします、うんうん、皆さんも志保さんお願いしますね、はい、来週も生放送予定ですので聞いてください、明日から、はい、またライブがありますのでその近所報告もします、はい、以上きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ、きんきんぴらぴら星に変わってお仕置きをアデュー。そうですね、はい、またじゃあ来週はお17日、17日になるのか、うん、お話、いろいろ舞台踏まえてね、はい、でもその17日も舞台の前だからな、確かに、休もうかな俺は。俺はって収録とかにしようじゃん、お兄さんにやってもらおうかな。ひぐみさんもありがとうございます、はい、ありがとうございました。僕たちの単独ライブもありますし、あ、そう、30日、はい、29日はゲストで、ね、あのネタラボっていうライブに出ますので、イフミーさんの牛乳屋をスポンサーなるよって言ってたから、ありがとう。ちょっとまた本日お話ししてから使うと CM 撮ろうじゃん俺なんかで。確かにね、イフミーさん牛乳屋さん、はい、じゃあ皆さんまた、引き続き、はい、お楽しみください、はい、バイバイ、バイバイ。